それでは、記念講演会、後半のパネルディスカッションを開始させていただきたいと存じます。パネルディスカッションはコロナ禍真っ最中におけるデジタルとは、そしてこれからの NII に期待される役割というテーマに5人のパネリストをお迎えして議論してまいります。それでは5人のパネリストをご紹介させてください。まず総合科学技術イノベーション会議議員、上山隆博様。お二人目、日本電信電話株式会社代表取締役副社長、渋谷直樹様、よろしくお願いします。次は、株式会社インターネットイニシアティブ代表取締役社長、勝英二郎様。KDDI 株式会社代表取締役社長、高橋誠様。LINE 株式会社代表取締役社長、井出沢武史様。以上の5名の方をパネリストとしてお迎えしております。ここからは国立情報学研究所所長、喜連川勝が進行役を務めさせていただきます。それではお願いいたします。はい、それではパネル討論会と申しますか、非常に大きなプレイヤーの先生方、あるいは社長、副社長の方々をお忙しい中、こちらにお出向きいただきまして、この現場でのパネル討論会、これやっぱりサイバー空間でパネル討論会というのはなかなかこう雰囲気が通じなくてですね、ちょっと苦い経験もありましたので、物理開催をさせていただいている次第でございます。とりわけ上山先生には長時間お付き合いいただきまして誠に恐縮でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは上山先生と、そして先ほど NTT からは澤田社長にご発表を頂戴いたしましたものですから、まだお話をいただいておりません。 IIJ、KDDI、LINE からまずは先ほど我が方の足立副所長からお伝えしましたようなテーマ、つまりこのコロナの中で一体デジタルってどうすればいいのかなということ、あるいはそれに対してのご経験談、そしてその先に、まあ、NII の20周年でもございますので、NII に、まあ、こんなことしていったらいいんじゃないですかっていうようなご示唆みたいなものを賜れればと思いまして、まず簡単にお話をいただければと思います。最初のバッターといたしましては IIJ の勝代表取締役社長、どうぞよろしくお願い申し上げます。皆様こんにちは。今ただいまご紹介いただきました IIJ の社長、勝と申します。デジタル化にも関連しますので、簡単にうちの会社の生い立ちを紹介させていただきたいと思います。インターネットイニシアティブ IIJ は1992年12月3日に設立されました。日本では、まあ、その商業用インターネットのサービスを提供するプロバイダーとしましては第一号でございました。世界でもおそらく2番目か3番手じゃないかと思ってます。それでその設立当初からですね、創業者、今現会長の鈴木浩一氏はですね、いずれすべてのものがインターネットにつながっていくんだと、すべてのものがインターネットの上に構築されるんだと、そういう時代が来るということを言っておりました。当時は誰も相手にしなかったんですけども、まさに今そういう時代、 IoT の時代を迎えつつあります。
弊社はずっとインターネットだけをやってきた会社でございます。もちろんインターネットの延長でありますクラウドとかセキュリティとかデータセンター運用、そういうのもやってますけれども、基本的にはハードとかアプリソフトはやっておりません。それでこういうまあ IoT の時代を迎えつつある中でですね、もうこれはまああるんで必然的な流れだと思ってますけれども、この流れが今回のコロナによって加速されてきたと思ってます。いわゆるその人の接触、人と人の接触を避けるということで、まあ時間とか空間を超えたまあコミュニケーション、これはまさにインターネットそのもののまあ歴史だと思ってます。それで我々はですね、最近その必要性感じましたのは、例えば今年の2月から4月最初のコロナが燃え降り始めた時ですけれども、いわゆるテレワークの一つのまあツールでありますリモートアクセスですけれども、これが2ヶ月で契約数が 2.5 倍増えたんですね。それでそのまあリモートアクセスによるトラフィックですけど、これはその2ヶ月だけで4倍膨れ上がったというような勢いでございます。企業は今経済環境が非常に劣化してますので、設備投資については非常にまあ消極的でありますけれども、こういうまあIT 投資、これはまあどの企業もやらざるを得ないという感じがいたしております。先ほど申し上げました IoT 化ですけれども、今我々としましてはですね、他のまあキャリアの皆さんと同じだと思いますけれども、できるだけ具体的な事例を積み重ねましてですね、それをパターン化してサービスにつなげていくということを目指しております。で、まあ、具体的な例はたくさんありますけれども、まあ、3つだけ申し上げますと、1つは例えば水田農業ですね。ご存知のように今農業は高齢化、人手不足に悩んでおりますけれども、広大な水田、これはまあ例えば水温とか水の深さですね、水深、それを毎日恒常的に見回るというような余裕は今ありませんので、それはまあセンサー、それでそのデータをまあモバイルで飛ばすということが非常にまあ役立っております。でそのデータを使いましてですね、どういうまあ水深とか状況であればおいしい米が作れるかということを今分析し始めております。とか例えば生産工程ですね、工場、それをまあ意味ではずっと可視化します。それによってどこの部品が劣化しているかとか、そういうものを常時把握できるというような例とかですね、建築の現場ですけれども、非常にまあ夏とかそういう時に環境が悪いところで、やっぱりそういう従業員ですね、ヘルメットに常にまあセンサーをつけてその健康管理を行うとか、そういうこととか、最近は流行ってますのハサップと言いましてですね、食料ですね、それをまあ貯蔵運搬、まあ、調理、その間のずっとその温度ですね、それを管理するとか、そういうことをまあ今やっております。そういう意味でまあ IoT がいろんな分野でこれからどんどん使われるようになってきていると思いますので、まだちょんついたばかりだと思っております。これがいわゆるデジタル化の流れじゃないかと思ってます。でこれからまあその我々の課題だということですけれども、まあ、たくさんありますけれども、ここで3つ申し上げたいと思います。一つはですね、やっぱり IoT の場合にセンサーがどうしても不可欠であります。で日本はまあセンサー等の分野について非常に強いですので、いろんなニーズのあったそれぞれのセンサー、こういうニーズが必要に強まってきていると思います。それで合わせましてですね、やっぱりモバイルで飛ばしますので、まあ、接続量の、まあ、ある意味で安定して安いそういうものが必要になってきていると思っています。2つ目の課題はですね、まあ、それは個人のプライバシーと関係しますけれども、例えば日本人のゲノムですね、
筑波大学の佐藤先生に伺ったことがあるんですけれども、日本人のゲノムは世界に非常に稀なぐらい均一だということで、ある薬が効くかどうかというのは非常に分かりやすいということでございます。従いまして、外国のそういう製薬会社とか研究所、そういうものは日本人のゲノムを非常に欲しがっているということですけれども、それもある意味では日本で国内で利活用するととかですね、農産物の種子ですね、そういうものをできるだけ国内で利活用するというようなことでございます。でそのために必要なのはある意味では国産のクラウドのプラットフォームなんですね。データを蓄積してそれを分析するということで、国内のクラウドプラットフォームの育成、それが必要じゃないかという感じがしております。で3つ目は当たり前のことなんですけれども、セキュリティとかいわゆるビッグデータの解析力、これを常に磨いていくということが必要不可欠だという感じがいたしております。最後ですけれども、 NII に対する期待といいますか、まず20周年おめでとうございます。NII、これは研究とある意味ではネットワークの事業、そういうものを両輪としてやっておられると思いますけれども、これによってやっぱり日本の学会の研究の水準が相当上がってきていると思います。それでこれからですね、バックボーンの100ギガ、これは今後400ギガに高めるという話を伺っています。ある意味では400ギガはもうだんだんその世界水準になってきてますので、期待することが大でございます。やっぱりそれによって研究とかですね、分析とかそういうものが飛躍的にまた伸びるんじゃないかと思ってます。もう一つちょっと小さい話でございますけれども、要望としましてはですね、今コロナ元で小中高のギガスクールというのが進んでおります。そういう小中高のそういう意味の IT プラットフォームがございませんので、できましたらそういう場合にですね、一部サイネットも使わせてやるといいますか、利用できるようにさせていただけたらと思っています。で3つ目はもうされてるかもしれませんけれども、やっぱり災害の時ですね、どうしてもそういう IT そのインフラが崩壊するような時に、場合によってそのサイネットのそういうプラットフォームも活用できるということも考えられると思いますので、そういうことが要望ではございませんので、期待といいますか、木連先生よろしくお願い申し上げます。私から以上でございます。大変貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。ギガは我々も非常に強くインボルブしておりましてですね、なかなか初中の壁は結構高くてですね、あまりこれ放映されておりますのでこれじゃ申し上げられませんが、また次のディスカッションタイムでお願いしたいと思います。それでは引き続きまして KDDI 社長の高橋様、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で私の方から簡単に簡単なプレゼンテーションを用意してましたので説明させていただきます。まずは本当に NIIS の20周年おめでとうございます。KDDI もちょうど今年で20年ということでありまして、周り見合わせると結構20周年の会社が非常に多くてですね、やっぱり2000年に何かやっぱり大きな変化が起きた年なんだなと改めて思うことができます。で我々NIIS さんとはですね、このような形になっておりまして、1995年からですね、学術情報ネットワークサイネットへのですね、国際超高速回線の提供ということで、以前から長い関係がございまして、その学術ネットワークのサイネットになる以前、95年からタイとですね、国際高速回線を提供させていただいてですね、現在ではアジアの米欧の学術ネットワークと接続する100ギガの超高速回線のネットワークになっておりますけど、そのお手伝いをさせていただいているということでございます。で今日はテーマがコロナ禍におけるデジタル活用、ソサイティ 5.0 の実現に向けてということで、簡単にまとめてきてございます。
でまずコロナ禍においてその通信需要はどんな感じになったのかということなんですけれども、特に国際インターネット、これは例にとりますとですね、やっぱり巣ごもり需要の影響ですね、これによってそのテレワーク等によってですね、特に平日日中のトラフィックが最大で感染拡大前期で拡大の前ですね、比較して 45% 増加したというような状況になっておりまして、今はピーク時からするとですね、だいぶ落ち着いてるんですけれども、依然としてですね、従来より高いトラフィックになっているということが状況かと思います。レジリエントな社会の実現のために通信事業者の責任はさらに重くなっているというふうに思っておりますので、特にまた年末年始に向けてトラフィック上がってくると思っておりますので、しっかりと対応しなきゃいけないなというふうに思っているところでございます。それで2030年に向けてソサイティ 5.0 を実現しを目指してですね、 KDDI アクセルレート 5.0 というものを策定しましたというふうに書いてございますが、ちょうどソサイティ 5.0 ということがかなり議論をされてですね、持続可能な生活者中心の社会ということで、仮想空間との融合で豊かな社会を実現するということで、フィジカル空間から上がってきたデータを収集して、サイバー空間で実際にその分析をしながら、それをフィジカル空間にフィードバックしていくという、こういう循環ですよね。データ駆動型っていうふうに先生おっしゃってますけれども、これをそもそもやっぱり実現していかなきゃいけないということが、これからの日本の成長には非常に重要だというふうに言われており、この中でですね、 5G っていうものが今後出てきますので、この 5G っていうのを期間においてですね、このソサイティ 5.0 の動きを加速していきたいという意味で KDDI アクセラレート 5.0 ということを策定してですね、進めようというふうに考えております。5G を中心としたですね、7つのテクノロジー、これは1から7まで書いておりますけれども、それほど目新しいものではないんですけれども、これから非常に重要になってくる、もしくはもうすでに重要になってくるようなテクノロジーをですね、データ駆動型社会ソサイティ 5.0 の実現で加速していくということでございまして、当然のことながら右側にございますそのレイヤーとしてはネットワークレイヤー、このネットワークレイヤーにつきましては 5G というものでこれから大きく進展していきますし、またそのベースとなる光インフラというものについては NTT さんがアイオン構想などでですね、非常に大きく進めていただきますし、そういうものをまた使わせていただきながら、このネットワークレイヤーというものの上にですね、新しいビジネスを起こしていかなきゃいけない、そのためにはですね、当然ビジネスレイヤーでですね、いろんな方々と新しいビジネスを構築していくということになるわけですけれども、そのためのプラットフォームを各事業者しっかりと持ち合わせながらですね、しっかりと競争をしていかなきゃいけないというふうな時代が来ているのかなというふうに思っているわけでございます。それで我々の方としてもですね、今よく我々の研究施設っていうのが富士見野にあるんですけれども、どうしてもその応用研究の方へ研究者が寄りたがるものですから、これからの 5G あるいは 6G の時代、ビヨンド 5G の時代においてはですね、やはり基礎研究というのをしっかりやっていこうじゃないかということで、先端技術研究についてはですね、もう少しそちらの方へ軸足をですね、しっかりと出してですね、富士見野の方は先端技術研究をやっていこうというふうに思っています。ただ一方、研究した成果をですね、ライフスタイルの方へ生かしていかなきゃいけないということで、応用研究と位置づけて、プログラムの方に KDDI リサーチアトリエということでですね、12月にオープンさせています。まだ展示物については大したことないんですけれども、実は基礎研究というものを一生懸命こう出すんですけれども、これをライフスタイルの方へ転換するのが実は本当は難しくて、でここにいろんなパートナーに来ていただいて、この技術を使っていれば、こういうふうなライフスタイルに進化させることができるみたいなアイデアをいただけるような場所にしようと思ってるんですね。ですからこういうふうな場所をですね、今虎ノ門に構えてですね、今実際に進めようと思っておりますので、またお越しいただければよろしいかというふうに思っております。それで今回データの駆動型世界っていうことでですね、いくつかこのコロナの中でですね、このデータを使いながらそのサイバーで実際に分析したものをフィジカルに生かしていた例をですね、いくつか持ってこようと思ったんですけれども、これはコロナの世界の中で各通信キャリアがもう本当に一生懸命やった位置情報データを活用した人流分析ですね、これはドコモさんもそれからソフトバンクさんも我々もやってですね、
このデータについても当たり前のように活用されるようになって、このコロナ禍においてですね、いろんな対策を打ったときにですね、人がどのように流れていくのかということについてですね、これについては非常に分かりやすい、ソサイティ 5.0 時代の分かりやすいそのデータ駆動型世界を実現した一つのデータだというふうに思っています。こういうものを一つのきっかけにしてですね、これからこういうものを進展させていけばいいというふうに思ってますし、この2つ目のやつがちょっと若干おちゃらけたれるんですけど、ハロウィンですね、ハロウィンの時にですね、バーチャル渋谷ってのやってみたと。これ渋谷区長がですね、今年のハロウィンは渋谷に来ないでくださいっていうことでですね、かなりお話になって、であれば実はですね、その時に渋谷に AR を使ってですね、 XR を使って渋谷に行ったらそのいろんなものが表現できるということを 5G の一つのオーグメントとして実現しようと思ったんですけど、人が渋谷に行っちゃいけないって言われたので、であれば渋谷をバーチャルにしてしまえっていうふうな発想に切り替えて、じゃあハロウィンの時はバーチャルに来てくださいっていうふうにしたんですね。そしたらやっぱり最初警察の方にはこんなこと言ったってみんな現地に来てしまうぞっていうことでだいぶご反対いただいたんですけど、結果的には人があまり来なくてですね、今年の渋谷は大成功に終わったということで、実はこのバーチャルの中に40万人ぐらいの方がですね入ってこられたということでですね、非常に面白い結果が得られたなというふうに思ってまして、こういうものはこれからのそのバーチャルとリアルの世界、両方が両立する世界なので、これを渋谷だけではなくてですね、いろんなところへ広げていきたいなというふうに思っているところでございます。そして廃棄ロスの削減ということで、これはローソンさんとやらせていただいているんですけれども、データに基づいて食品の廃棄ロスの削減の取り組みということでですね、スマートフォンの位置、購買情報に基づいて、店舗の状況に応じてですね、お客様のニーズに合わせた特典を配信ということで、そろそろこれは廃棄になるぞという時間になってくると、どんな方がどこの店の近くでそういうふうな傾向をお持ちになっているかっていうデータをしてすればですね、その人にアプローチすると廃棄ロスが減るということでスタートしてみたんですけど、結構お客様には好評 でこういうものをそのデータ駆動型世界の中において、そのサイバーのデータを使いながらフィジカルを良くしていくという、こんな例も出てきてますので、今回コロナ禍になってこういう、なかなかそのリアルの世界にいられなくなって、またそのバーチャルの世界というものでいろんなデータが集まったときに、こういうことを考える大いな結果やのきっかけになったことに、きっかけになったのではないかなというふうに思っております。最後に NIA 様に期待するということで、NIA 様がお持ちになっている AI ビッグデータの解析のノウハウとですね、通信をはじめとするさまざまなデータを組み合わせてデータ駆動型社会ソサイティ 5.0 の実現をですね、ご一緒させていただければ非常にありがたいなと思っておりますので、ぜひとも、よろしくお願いしたいと思っております。我々の今トモロー次はだということで、ご一緒にいろんなことを起こしていこうということを考えておりますので、レジジエントな未来社会を目指してということで、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。大変ありがとうございました。40万人も来られたっていうのですっごいなと思ってびっくりしました。なんかNIA もですね、大学共同利用機関シンポジウムとかにあったんですね。でいつもですね、秋葉原ぐらいでやるんですけれども、そうすると400人とか500人なんですね。で今回たまたまなんですけど NIA が幹事になって、本当は一橋コードでやるのをサイバーでやらさせていただくことになったんですけど、それで面白かったのはですね、4000人が入ったんですね。で4000人がですね、調べてみると全県みんな入ったんですね。でさらに海外も入ったんですね。ということでやっぱり距離を超えて参加したいっていう方のニーズが桁違いにあるんだなっていうのがニューノーマルで分かって、来年以降もそうせざるを得ないのかな。そのハロウィンと直接関係ないかもしれないんですけれども、そういうこう渋谷に遠くから来た人って絶対いると思うんですよね。そういうオポチュニティを与えられたのかなと思いながら聞いてたんですけど、いやもう本当にそういうことだと思うのと、あと今本当に外国の方が来られなくなってしまったので、渋谷区からするとバーチャルの世界で渋谷に来ておいていただいて、で将来的にはやっぱり戻ってきてほしいっていう思いがあるんですよね。でそれってやっぱりそのバーチャルの世界で そのデータを駆使していくとですね、最終的にはやっぱりフィジカルにつながっていくっていうようなことなので、
結構きっかけとしては面白かったです。そうですね。ただね、問題があるのはスマートフォンであるので、スマートフォンのパフォーマンスを考えるとここには40万人の人を表現することはできないんですよ、うん、ですからせいぜい50人ぐらいしか見えないんですよ ね。 そうですね。だから40万人というその熱量は感じられないですよね、うん、でこれをそのこれからの 5G の世界でそのレイテンシーが短くなって、あるいは端末のパフォーマンスが上がっていった時に、うん、これが50人が500人になりみたいな世界観ができるはずなので、あのゲームの世界ではそういうものがねもうすでにでき始めているので、 そうですね、うん、まあ、そんなことは目指していきたいなと、うん、e スポーツみたいな感じですね、はい、すいません、はい、熱量でも増やすとまた澤田さんに怒られそうなのでさて、お三方から大変このコロナの中でどういう変化感っていうのを具体的な数字も含めてご説明いただけたとかと存じます。ちょっと諸般のご事情で上山先生におかれましてはもう少しでお出になられるご予定とお伺いしてますので、まず上山先生に少しちょっとご質問を展開をさせていただくことを許しいただければと思うんですけど、先ほど勝社長からもですね、もう100ギガから400ギガビットだし、もっともっと研究してくれますよねみたいな結構プレッシャーのかかるコメントも頂戴してですね、言っときますけど NII のサイネットを使ってるのは ITR も使ってるんですけど、マジョリティは情報分野でない人が結構使っておられるんですね。今朝おいでになられなかったかもしれないんですけれども、高エネルギー研究機構からご発声いただいて、高エネって日本でノーベル賞結構たくさん取ってる領域なんですけど、もう気が遠くなるほどのネットワーク量を使っておられます。まあ、天文もそうですね。そういうのに比べると LINE のチャットのプッとしたものなんていうのはもうネグリジブルスモールになってますので、勝様におかれましてはですね、ようけつこてる人のことも念頭に置かれたご発声をいただければありがたいと思うんですが、その中で私がやっぱり上山先生、先ほど海外との国際電話をしながらっていうことをおっしゃっていただけたんですけれども、僕らはもう結構アメリカの NSF が実は SICE っていうコンピューター系の部門を持ってるんですね。でアメリカのコンピューター系のファンディング、基礎領域のファンディングは NSF が全体の8割と言われています。つまりナショナルサイエンスファンデーションというのはコンピューターサイエンスの先生から見るともうそこが主たる収入源になっている、 NIH ではないということなんです。でそこを見てますとですね、これ DCL っていうんですけれども、その NSF 自身がファンドできる、つまり自分で決めてですね、お金をこういうところに出そうっていうようなことを自分自身で決められまして、4月5月ぐらい見ますとですね、もう数百並んでるんですね、そのコビットって。で日本どことは言いませんけれども、日本のファンディングエージェンシーはですねほとんど動きがないですね。でこれは何なんだろうかなっていうのが一つちょっとなんか寂しいなっていう気がしたのと、今日冒頭に西尾先生や深澤先生や、まあ、いろんな方々から NIA のこの遠隔の取り組みについて、遠隔授業の取り組みについてお褒めをいただいて、まあ、これはメディアも結構反応してくれたんですが、私どもは自分で自分のことをどうこういうあれではなくて、実は大学は7帝大なんですね。 NI は大学は総建大ぐらいですので全然こう規模がちっちゃいんですけれども、東大で5000講義、東北大学で4500講義、京大や九大でも大体そのくらいの規模です。でその規模の講義を対面から遠隔におおむね1月から1月半でバーンと転換できたっていうのは、ああいう取り組みをしたっていう、要するにみんなで助けるっていう行為をうまいことやれたのは結構皆さんが珍しいですねみたいに褒めてくださったんです。ところがですね、研究でそれができたかっていうと著しくなんていうかできてないです。それはどういうことかって言いますと、この研究は
こういうコントラクトでやったかな、そのコントラクトの中のことをやって、そのコントラクトベースで一体何が成果が出てますかみたいな、こうガバナンスが著しくこう最近こう厳しくなってきたんですね。これはもう大学サイドの方にも問題があるのかもしれなくって、やっぱり不正経理のようなものがちょっと出るとどんどん厳しくなるっていうのも分かるんですけど、このコロナの時にですね、機動的に動こうと思ってもコロナの予算なんかついてるわけがないわけです。そうするとちょっと拡大解釈してこういうことっていうのをやれないかなというところがすごく難しい。でこの中で動けてるのがなんで NIA なのかって言いますと、要するに所長がですね、もう何でもええから使ってまえっていうようなことを一言で言って、でバン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 やってきたんですね。でそういうことをできるそのファンドの仕組みとか、そういうことができる、上山先生もおっしゃってたみたいな、その精神構造っていうんですかね、ゼロからを考えてどんどんなんかこう問題を認識しながらこうクリエイティブな発想を持ちましょうみたいな人もいないのもありますけれども、一方でその枠からそういうものをどうその抑えちゃってるっていうんですかね、その辺が結構僕は深刻かなと思った、この数ヶ月を見てて深刻かなと思ったんですけど、先生その辺次の6期ではですね、もうちょっと自由度を与えてあげるっていただけると我々も嬉しいかなと思う、いかがでしょうか。申し訳ないですけど、今日は5時半にですね、また今やってる10兆円みたいな話をやってるんですが、もうギリギリに来ていてちょっとミーティングがありますので先に失礼をいたしますけど、今木連れ川先生おっしゃったの、もう問題は本当にそれ大きいんです。つまり何ですかね、この国における公的な資金、お金というもの の、使い方の難しさは飛び抜けていると思います。例えば、運営交付金をずっと減らしてきて競争的資金に、その分移してきたんですが、その競争的資金っていうのに行った瞬間にどういう使い方をして、一体どう何を買って、農でも非常に厳しい、評価の対象に今なるわけですね。でかつてであれば、例えば大学でいうと運営費交付金っていうのがあって、で研究室なんかにポコンと結構なお金が入ってきて、全くまだ論文も書いていないし何を本当に自分がやれるかって分かんない時でもある程度資金があって、で上の下ってる人はこいつは結構面白いこと考えてるなっていうところにスッと一番最初の頃お金を出してあげるってことができたんですね。僕ノーベル賞の人たち実は論文とそれからファンディングのをずっと並べてみるとですね、例えば本庄先生にしても、あるいは山中先生にしても、論文が出始める前っていうのはほとんどファンディングが取れてないんですよ。競争的ファンディングが取れてないんです。でその頃って名もない無名の若い人ですから、誰かがお前面白いから出してあげるっていうそういう構造があったということだと思う。いわば大学もそうですし、あるいはファンディングエージェンシーも裁量権のあるお金っていうのがなかなか積み上げられていないと。例えばアメリカですとスタンフォード今もう年間の予算がもう1兆円に迫ろうとしていて、4000億ぐらいは病院の収入のお金ですから、残りの5、6000億のうち3分の1は実は裁量権のあるお金なんですね。ですからいわば1500から2000近くのお金をその未来への投資として大学の中でも使えるというようなこともあるんですよね。でこの国の官僚もそうですし社会全体が非常に真面目なので、一旦これって言うとですね、もうきちっとそれに合わせてなんか要するに遊びのない形で金を使おうとするっていうところがあるんですよね。それを横にずっと見ていて、結局その説明の仕方とか評価の仕方をもうちょっと変えないといけないんじゃないかというのが今ちょっとお話ししたデータの話なんですが、やりました、全然何も生まれませんでした、でもその間1年2年ずっと研究をしてきて、その結果真面目にやってデータは出ていろんなことやってるんだけど結局物になりませんでした、だけどそのやってきたことは第三者の人が見れば
俺はやろうとしていたことのこの部分やってくれてるからそこからつなげるよねって言ってコラボレーションが生まれるって、まあ、そういうことをやって説明のあり方を変えないと自由裁量のある金って使えないっていう、そのことがですねとても大きいということ、それからやっぱり財務省に対する説明能力がちょっとこれあのネット開かネットでつながってるんですか、インターネット、あちょっとこうあまり、まあ、あの責任官庁のうちで強い官庁と強くない官庁というのがあってですね、この研究開発のところはなかなか強くないと。で今 CSTI というか内閣府は結構政府の中で割と強くなってきてますので、だからまあ今回の10兆円もそうなんですが、我々は一生懸命汗かいて財務省と戦うというよりは財務省と一生懸命あのまあ協議を本気でやると、まあ、そういうことをやらないとなかなかそのある種の裁量権のあるお金というのは取れないなと、まあ、いうことが思っています。もう一つはですねちょっと多分木津川先生が ご関心あると思いますが、ナショナルサイエンスファウンデーションというのは、まあ、アメリカの中のとりわけ基礎系の研究に対してお金を出している巨大なファンディングエージェンシーで、まあ、JST の10倍以上ありますよね。 でもカウンターパートナーとすると JST なんですが、これがあの今今度あのナショナルサイエンスファウンデーションからさらにテクノロジーをつけてナショナルサイエンステクノロジーファウンデーションというで、ここにアメリカは10兆円を張るんですよね。あので、いわゆる基礎研究だけじゃなくてそのテクノロジーのところにもナショナルサイエンスファウンデーションが本格的に入ってくると。これはあの木津先生がおっしゃるようによりこの、まあ、出口っていうよりは社会へのある種の波及のところまで基礎研究をやっていたファンでナショナルサイエンス NSF が入ってくるっていう目でとても象徴的で、まあ、本当に今度のバイデンになって今あの300兆円ぐらい出すみたいなことを言ってますけど、本当に議会を取るかどうか分かりませんが、おそらくアメリカだけじゃないんですけどね、各国この科学技術さらにイノベーションに大きな資金を張るっていう時代がやってきてる。その時にあの現場のところに文字通りこう融通性のあるですね資金のやっぱり流し方が必要だということはずっとあの議論をしていて、それをその金がいる金がいるだけじゃなかなか出してくれないんで、だったらこういうこの夢があるよねとか、まあそういうことをですねあの一生懸命議論している最中で、まあ6期のところでもまあ、方向性としてはそういうことをですねあのやっていきたいなと思ってます、はい、そういうことを今考えているところですね。ありがとうございます。あのそういうことを丁寧にあのご検討いただけているということで、あの大変あの感動いたしましたし、私はあのまたこれ言うとバレちゃうんですけど、浜口先生に申し上げているのは研究者にお金なんかあげなくて結構ですと、研究者に与えるべきはデータですと、ほぼ全ての研究はデータなしには動かなくなって、だけど日本の中で使えるデータはほとんどないと。でなんでないかというと、みんな自分の中にですねこうがんじがらめに縛ってしまってですね、他と共用しようという根性が まるでないと。これはまあいろんなこう年長の先生方とお話でも全くそういうことが起きてますね。ですからあのやっぱり今後上山先生のところでこう、ムーンショットを きっかけとしまして、そのデータをみんなともっと共有しましょうよっていう、競争はデータを持っているということではなくてその上で何を価値を出すかと、そこが競争領域ですよっていうメッセージをなんか強く出していただくと、この国はあの結構私どもは どんどん強くなると思いますし、やっぱりあのスコアリングってすごく先生方はセンシティブなんですね。あの e システィであのお出しいただくのは M 字カーブが見えたんで本当に素晴らしいなと思うんですけれども、あのまあいわゆるインパクトファクター論争みたいにですね、なんかシングルメトリックスが与えられるとそれに対して最適化するっていうのがもう人間の根性になってましてですね、こういうのをあの SEO と我々は言うんですけれども、サーチエンジンオプティマイザーでどうやったら上に上がるかっていうのはもう得意中の得意なんですけれども、 NI なんていうのはそういうことにならない評価ってどうすればいいのかなっていうのはもう多分永遠の課題かもしれません。
なんですけど、その難しい問題にむしろチャレンジしていくっていう、例えば MIT は何をやってるかっていうと、論文のそのインパクトワークなんて何一つ見てない、サイテーションなんか見てないと。やっぱりアーカイブの中でどんだけプレゼンスを出すのか、もうそれだけですよね。それを見ながら引用を変えていくっていうようなことをやってまして、論文のサイテーションなんてめちゃめちゃ時間がかかるので、こんなもん話もなんないみたいなところっていっぱいあると思うんですが、ぜひおおらかな側面を持ちつつ、きっちりとしたなんか評価を別の次元でも、なんかこう大学がその人を評価、なんていうか、そんな そこそこのみんなが分かってるようなサイテーションなんかじゃないのことで、こう自律的にできるような、まさに自律的契約ですよね。あれが動くことを私本当に心から願っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいのと、大学教の利用機関ってスコアじゃ多分なんか評価してもらえないので、その辺のご寛容もですね、いただければありがたいなと思ってます。どうぞどうぞ。今日は3人の勝さん、それから高橋様、それから井出沢さんですけど、ちょうどお話を聞いていて、もうちょっとだけお話ししたいなと思ったことは、多分アメリカもそうなんですけど、パブリック・プライベート・パートナーシップ、産学共同というより、むしろ本当に今日パブリックセクターとプライベートセクターが共同していくっていうことが、ものすごく叫ばれるようになることはもう間違いないと思うんですね。例えばデータ自身の共有もそうなんですが、 SIP とかで我々やってますけど、なかなかやっぱり民間のところとのデータのつなぎは難しいなと、これは今後の我々の課題だと思っております。それから今日のお話でも例えば、KDI の高橋様がおっしゃったみたいに、なんて言いますかね、結局研究開発やって、一体それが何の形のバリューを生むかっていうところを本当はみんな欲しいと思ってるけど、なかなかそれが研究現場に行かないって、これも我々本当にシリアスな問題で、アメリカなんかはMIT のああいうところで D スクールとかでそういうものをやろうとしているっていう、これが日本で欠けてるので、これもぜひやりたいと思いますし、LINE のですね、さんには僕は実はアメリカと電話会談とかやってる時に、厚労省がやったアンケートで随分助かったんですね。つまり言えたんですよね、向こう側に日本やってるよっていうことを。本当にその意味でこれは吉倉先生が教えてもらってその話を喋れたんですが、これも本当にありがたいなと思っています。それからギガスクールのところもですね、これ多分本当にもう戦場のようになると思います。教育は一番激しい抵抗があるところだと思いますが、それは吉倉先生も随分ご関心持ってられると思いますけど、ぜひともそういうようなものは多分産業界の方と話していい人がやっぱり産業界で欲しいっていう声が、しかもエッジのあるクリエイティブな先の議論できる人が欲しいっていう声がすごく多くて、それは我々のところではそういう教育改革含めるところで一生懸命共にやらせていただきたいと思っているところなので、今日の NTT の会長もそうでしたけども、大変その意味で明るい思いをしたということだけお伝えしておきます。ありがとうございました。お時間が大変タイトな中、上山先生におかれました冒頭の一番そのエクサイティングな次の期に向かっての科学技術の施策に始まりまして、このパネルにもご登壇いただきまして誠にありがとうございました。もう出ないと10兆円が取れないことになると僕らにも影響が出てきますので、そこをしっかり取っていただければありがたいと思います。ちなみに教育再生会議で一番僕印象に残ったことは、教育のインダストリーというのはめちゃくちゃ大きいということを教育学の先生がおっしゃいます。これまでそのみんなこう子どもっていうもののところにお金の話なんてご法度なのかなと思ってたらですね、いやいやそうじゃないんで、エデュケーションのインダストリーセグメントってべらぼうに大きいということを堂々とおっしゃりましてですね、やっぱり民がどう入るかじゃないかなと気してきましたですね。はい、それでは上山先生どうもありがとうございました。
それでは多分社長と副社長様では意見が違うかもしれないのでちょっと少しお話いただけますか。いかがですか。大丈夫ですか。NII はこの 20th anniversary のこのミッションはあれ僕はあんまり来てたのかもしれないんですけど見てなかったのでたまたま NTT さんと一緒になったというのが大変嬉しかったんですけれどよろしくございますか、はい、そうしましたらちょっといろいろこう私どもに対してご意見とかご希望とかをこうおっしゃっていただいた中でちょっと NTT さんに澤田社長に聞こうと思ってたんですがどんどんうまく外形的にこう取りなしていただきたもんですから本質をお伺いする機会がなかったんですけどさすがだなと思って澤田社長のスライドの中でですねこういろいろこうお話が出てきたんですけれどもなんとなく今日本が困ってることというのはそのデジタル化がビハインドしたという共通認識はあるとなんですけどねその例えばアイオンで、すごいパワフルなネットワークを作るということとそのデジタル化って描いている言葉が意味するものの間にはすごい大きな距離感があると思うんですね。で実はこれ僕らもすごく困ったことがありまして先ほど言いましたように高等教育を返還したっていうのをなんか嬉しそうに言っちゃったんですけどあれができたっていうのはまあいわゆるでっかい大学なんですね。で実は小さな大学は随分こう涙ぐましいようなアンケート結果がバンバン我々のところに寄せられました。それでまあそこはもう本当に胸が詰まるような表現がいっぱいありまして例えば東大が発表する九州大学が発表するというのを聞かれている中でいやーまあそれだけの体力があればできると思います。もうちょっと我々みたいなその中小大学が身近に考えられるようなソリューションを教えてくださいってそういう発表を入れてくださいっていうのがもう山のように来ました。でこれに対して僕たちはどうすりゃいいんだろうなっていうふうにですね本当に日々悩みまして、ただ中小大学もですねそのあんまりこうご自慢できるようなものがないわけですよね。発表してくださいって言ってもそれからまあ先ほどの萎縮効果のものがあってその大学の執行部からこんな恥ずかしいこと喋るなみたいなどうせ言われるようなことの雰囲気も感じ取られてなかなかそこうまくいかなかったんです。でその挙句僕じっと考えててですね最後みんなに提案したのはもう86個の国立大学の講義を丸ごと出さないかという言い方をしました。どういうことかと言いますとその LMS っていう、 こう その学生が登録して宿題を置いてみたいなねそういうシステムって実はなかなか運用が難しくって、まあ、あっちこっちでボテボテ落ちるんですね。これはもう相当ヘドエイクです。それから学生たちがお家に帰った時のお家で そのネットワーク環境も、まあ、最初のうちはと非常にしんどいところもあられる。それから FD をやるというのでその学校の先生も遠隔の講義どう教えるか分かんないからこういうふうに教えましょう、学生もどういうふうに学びましょうと、みんなこうやっていくとようやくブーッと上がっていくんですけど、小さい大学もそんなことやってるパワーないんですよね。だったらもうめんどくさいから国立大学で教えてる講義そのものを、要するにエデュケーショナルコンテンツを丸ごとも出した方が早いんじゃないかと。そうするとですね、別にその教える先生のスキルを上げてからでないと講義できませんから、そこをバイパスすることができるわけですよね。で私はその NTT さんにお伺いしたいのは、その DX って言ってもですね、小さい企業とか小さい大学みたいなものもできないんですよね。できないというかすぐにはできないですね。だけどその中でこうコロナがこう来ちゃってるとなった時に、今我々が何をすべきかというと、もうエンドまで、つまりエンドトゥエンドのサービスをですね丸ごとポコッと作ってペッと投げてやるというようなことをしないと、
動かないんじゃないかなって気がするんですね。そのアイオンがどうのこうの言ってるのはその構想としてはですね、あの FTTH みたいにだいぶ先のこといいんですけど、ね、その辺なんか秘策はないでしょうか。わかりました。どうもご質問ありがとうございます。あの確かにアイオンは結構10年を睨んでのですね、インターネットの次も見据えて 5G の先も見ようというので、ちょっとまあかなりビジョンの世界なので、リアルな世界をどうその間準備していってそこに乗せていくかっていうのは本当大事な議論だと思うんですけど、少しあの我々もあのまあウィズコロナをどう過ごすかがアフターコロナにすごくまあ影響してくるっていうテーマ設定をしていただいているんでですね、今回あの今まさにその中小大学の話と似たような話で言いますと、私たちのとの中でもやっぱりエッセンシャルワーカーって言われる、いわゆるあのコロナの罹患者が多いところのトップ3がですね、開発の従事者とショップの従事者とコールセンターっていう、かなりそのベーシックなところでやっぱり対面でやらざるを得ない、こうした人が罹患しておりまして、あの来年のダボス会議がそのグレートリセットということで、今回のコロナをチャンスに社会をもっと寛容な社会に変えよう、あるいは今回分かったその看護婦さんとか含めてエッセンシャルワーカーがどんなに地べたで頑張ってらっしゃって、その人たちが社会支えているのに給料も安くて厳しい生活をされているっていうところを理解した上で、そうした人たちがもっと生き生きとやれるようなその社会に変わっていけるような、リセットするような社会、こういうのに変えなきゃいけないっていうので世界中の知恵を集めようっていうふうになってくるって伺ってるんですが、まさにあの菅川先生がおっしゃったようなところでですね、まああの IT 技術者が圧倒的にまあ大企業の一部、我々であるとか SI の そのベンダーさんに集まっているのが日本の実情で、中小企業であるとか地方、ましてや農家みたいな方々には全然いらっしゃらない。で教育もギガもうまく進まないんですが、やっぱり先生方がその使うサポートの方がなかなかいらっしゃらないんで、使い方がわからないところから乗り越えられないっていうようなところをどういうふうにこう並走しながらやっていくのかっていうところが、実際は DX の一番の鍵になってくるというふうに思ってまして、まあ、私たちはそういう意味だとあのフィールド実践力って言ってるんですが、研究者もですね現場に行って、今例えば岩見沢であのトラクターの自動運転やってるんですが、もう農家に行って一緒にやるとかですね、帯広で畜産農家の方にも本社作って畜産の方と一緒にまあそのデジタル化を進めるっていうような、その研究とフィールドをくっつけて、デジタルの詳しくないけども仕事詳しい方と、デジタル詳しいが仕事を知らない人がその専門で一緒になってこうデジタル化を進めるっていうような並走型っていうやり方を今試行するようにですね、あのどんどん回そうっていうような努力をして、まあそういうそのなんですかね、デジタルの恩恵を得にくい方々に一緒になってそのデジタルが使えるようなところまで落とし込んでいくっていうようなことをしっかりやっていくっていうことを、まああのアイオンと並行でですねやっていこうというふうに考えております。ありがとうございます。なんかそういうかなり丁寧なサポートがないと、ちょっとこのコロナは乗り切るのがとても大変じゃないかなって気がしてまして、あの勝社長からこうルルこう IoT 化のお話をご説明していただいた最後の方で、国産のクラウドプラットフォームが必要じゃないかというご提起をいただいたと思うんですけれども、実は僕知財本部というのに出ててですね、であれはあいうえお順で並ぶんですね。それでですね、キーの前はカーなんですよね。でカーは角川粒彦さんがね、必ず隣角川なんですね。でずっといると自然に友達にこれなんとなくなるんですけれども、角川さんが毎回それをおっしゃっておられましたですね。でそれはそのやっぱり今でいうところのネットフリックスや YouTube やああいうものをこう載せようと思っても日本の中には載せることができないということ。でその時にですね、知財本部が何て言ったかって、これまた、C 本部が何て言ったかと言いますと、この課題はちょっと大きすぎるので、この場では議論がちょっとできにくいんじゃないかみたいな、そういう議論があって、それでずっとそういう話があって、結局何も起こらないみたいな感じなんですよね。なんか我が国のなんか審議会みたいなものっていうのは、
先ほどの上山先生に申し上げてみて、ここは何を議論するですか、その根源となる難しいところっていうのがですね、なかなか議論できなくて、ちょっと歯がゆい思いがしたんですけど、これどういうふうに進めていくのがよろしいでしょうかというような難しい質問をすると嫌がられそうなんですが、勝社長いかがでしょうか。クラウドの、国産化の問題ですけれども、おそらくその効率性等から考えますとですね、今圧倒的にやはりAmazon とかで AWS とか Microsoft とか Google がコストパフォーマンスからしてもおそらく使われるっていうのが、ある意味ではやめないところもあると思うんですね。従いまして、やっぱりその育成策としてはどうしてもまず政府が率先してそういうものを使おうということを考えないといけないんじゃないかと思ってますね。で、その点はちょっと懸念すべき点は、政府のプラットフォームを例えば AWS にするとか、そういうものがある意味で一つの問題点じゃないかと思いますので、大学もそうかもしれないんですけども、やっぱりまずその官の方からそういう試みとしてですね、手掛けるというのが第一歩じゃないかという感じがいたしています。私もそれに実は大賛成でございまして、スタンフォードは何をやったかということですけど、 edX というのが先ほどの MOOC のプラットフォームですね。で、 edX は実は AWS の上に乗っかってるんです。で、そうなってるところ、ある時スタンフォードは自分のオンプレのクラウドをスタンフォードの中に作ったんです。で、 edX を丸ごと自分のところにインターナルのインプリメンテーションした。なんでやねんという話なんですが、要するに学生がどんだけのスキルでどんだけ能力を持ってるかっていう、もうこれはある意味で言うと一番情報としては価値の高いものを、これをその盗み取られるというか、妙なところに置くことだけは絶対まかりならんみたいなお気持ちがあったというふうに漏れ聞いてまして、そういう意味で言いますと、今勝社長がおっしゃられたこと、つまり霞が関クラウドを粉物ぐらいドメスティックに作ろうと言われたことには私は本当に強く賛同いたしまして、これがどう実現できるかわからないんですが、私ども2022年からの研究データのプラットフォームというのは、できる限りドメスティックに作れないかなっていう、この中にですね、ムーンショット以外ではなくて、まず要するに日本国中の研究のデータが全部そこに入ってくるみたいな夢を描いてまして、まだ高いお立場からご指導ご知見をいただけるとありがたいと思いますので、 IIJ さんも何とぞよろしくお願いしたいなと思っておりますので、そういうなんかやっぱりドメスティックの努力がいるってことでしょうかね。高橋社長におかれましては、先ほど冒頭の方でちょっとおっしゃられたのは、やっぱり社会そのもの全てがデータ駆動化されるということを先ほどメッセージとしておっしゃっていただいて、それがソサエティ 5.0 だ。それをその大学に置き換えた時に、もちろん研究と教育ってだいぶ違うんですけれども、研究の方は今言いましたように、その著しくその研究データの囲い込みみたいなものがやたらとこう流行っているところを、今回のシスティのプリンシプルで国費を投入した、つまり税を投入したデータはあんたのもんじゃないんですよと、これは国民のもんなんですよということを上山先生がですね、みんな実はみんな心はそう思ってるんですけれども、なかなかそうならなかったんですよね。そこの一歩を今回大きく切り込んでいただけたっていうのはすごく大きな一歩で、これとその実は民のデータとをクロスすることで何かできるといいなと思ってるんですけれども、そういう意味のこのデータ駆動型と、そしてそのキャリアさんとして のこれからの発展というものを考えた時、いかがでしょうね。大学と仲良くし
した方がちょっとはいいかなとか思っていただけると嬉しいんですけど。いやいや仲良くさせていただきますよ。今こうデータの話って結構僕まあ、井出さんの方が強いと思うんですけど、広告の世界で結構ね大きなダイナミックに変化があってですね、今までその広告の世界でデータを活用してお客様を送客するみたいなことをやるときにですね、ファーストパーティーデータっていう我々のデータ当然ありますし、サードパーティーデータってまあ Google さんとかあるいはまあ Apple さんのデータなんかを活用しながら、 Facebook さんのデータを活用しながらそこの確率を上げていくっていう活動をずっとやってきたんですよね。ただこのサードパーティーデータがどうも使えなくなってくるっていうのがこれから先起こることで、そうするとですね、我々やはりファーストパーティーデータ、つまり我々自体の企業自体のデータをもう少し重要視してですね、これをお互いに掛け合わせて確率を上げていかないとですね、その今までやってきたことが退化してしまうっていうんですかね、後ろ向きになってしまうということがありまして、各企業はそこについて非常に今注目してるんだと思うんですね。ただこれどうやっていいかわからない人たちも多いので、ただこのファーストパーティーデータっていうものが非常に重要で、価値をつけていかないとこれから発展性がないということが分かってくる企業がこれから増えてくると思うんですよね。でそれとその先生がおっしゃるその大学のデータを組み合わせたらまたその価値が上がるみたいな循環をやっぱりぜひとも我々は作るべきだというふうに思うと、で加えてそのファーストパーティーデータを使おうと思うと、やはり個人のデータ同意をしっかり取っていかなきゃいけなくてですね、ここの部分についてはどうしても後追いになっている部分があって、これはまあ個人情報の問題当然こうあるんだけれども、企業側として努力できることは大いにあるものですから、このあたりはまあ着目してやっていきたいなというふうに思います。あとちょっと先生がさっき言われたポコッとポコッとやってペーって言われたやつこれからその大学小さな大学にはその知見まだ知見がないところがあるので、どっかでその集めてそれをまあ実際にみんなで使えるような形にすればいいじゃないか。これコロナの世界で我々法人営業をやってると、今まではですね SE さんがいち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 一社一社こうついて回ってたんですね。でこれがですね、まあ、NTT さんほど我々大きく中小企業なもんですから我々はそういう SIR が少ないんですけど、今はですねこのコロナの世界においては全部ネットで済むんですよ。だから営業マンは行ったとしても SIR は全部ネットで入ることが許されるようになってしまったんですね。でそうすると今までだった1日に1件しか回れなかったところが1日に5件も6件も回れてしまう。つまりその知見をですねうまくフィジカルにこう共有することができることがコロナの世界で当たり前のようになってきたんですね。でこういうことが多分その大学の中でも起こってくるとですね、先ほどの問題をポコッとペッとこうですね解決されることにもなるので、そういうまあ実例をしっかりと、展開していけばいいのかなというふうに思いました。そういうのはあれなんですかね、私も今の事例は初めて聞いて、要するにその SI するところをこう Zoom でやればわざわざ行ってですねネチネチ話する必要もないというので、著しくこう効率化ができるということをおっしゃっておられるわけですよね。そうなんです、はい、それなおかつその営業マンがいいやつを連れて行きたかったわけですけど、今はもういいやつはみんなのところにいいやつを連れていけるっていうんですかね。そうですね、これはなかなかねいい話だと思うんですけどね。それにね類する話がありまして、予備校はね何をやってるんだっていうと、実はですねカリスマ講師とかいう僕たちの給よりも高い予備校の先生がおいでになられるんですね。教えてる内容は相対したことないんじゃないかと思うんですけれども、それを衛星回線でブワーッと全国中にあるんです。ということはその算数のこれっていうともうその先生一人でいいんですね。で予備校ではもうそうなんで、大学はどうなってるかというとですね、まあ教養課程っていうこともないんですけれども、線形代数はこうですって、解析はこうですみたいなのがですね山のように先生がおいでになられるんです。でこの議論が実は教育再生会議で議論になった時に、どこそかの大学の先生が、吉田が先生の言ってることは分からなくはないんだけど、そうするとこうちょっと結構 しんどいその社会問題が出そうな気がするみたいなことをおっしゃられて、
でそれと同じことの質問というか危惧感ですが、僕はもうどのみちそうなるからやってしまえといつも言ってるんですけれども、そのアカンタレな SI さんとか SE さんは仕事がなくなりますよね、おそらく。いや、そもそも今ね、我々の会社の場合には不足してるから、今ね、そこには不足してるので、 SI さんの数はですね、まあ、これが今デジタルトランスフォーメーションと言われて、各企業どうやってデジタルトランスフォーメーションをやったらいいかっていう疑問を持って、こういろいろ宿題もらうんですけれども、それに対応する人員ってそもそも足りない。なので今はそれによってアカンタレがいらなくなるみたいな話にはつながってませんが、まあ、でも先生、そうなると先生すごく忙しくなりますよ。あっちこっちの大学でお教えされなくなっちゃい、されなくてはいけなくなっちゃいますから。いやいや、そうじゃなくて NI みたいな中小企業じゃなくてウルトラ小企業のところにはそういう方が来られるのかなと思って聞いたんですけれどもね。いやいや、ちょっと冗談ですけれども、まあ、要するに競争がかなり、まあ、ほっといても激化してしまう中で、そういうこうベーシックインカムとまでは言わないわけですけど、何らかのこううまいこう仕組みを作っていくことっていうのはかなり本質的になるだろうなという気がしたもんで、まあ、うちも実はそのコロナの中でですね、人事制度なんかも大きく変わっていってるわけですね。でメンバーシップの方式からやっぱりジョブ型の方へこう移行していかなきゃいけない。つまりそのジョブ型専門領域をその社会人としても明確にして、その中での競争を活性化させないとですね、これからやはり日本としては厳しいっていうのが、これ一般的に言われてるし、まあ、そう同じようなことだというふうに思いますね。ええ、まあ、いずれにしてもこう全てがこう透き通るようにオープンになって、まあ、ある意味で正しい評価がなされるようになる中で、みんながこう頑張るっていうムード感が出てくるというのが本来の姿かもしれない。ある意味でそれがちょっとしんどくなる可能性もあるという気がいたしました。私ども米国 の, その例えば MIT とかですね、大きな大学、ハーバードもお話していましたし、コロンビアってニューヨークのど真ん中のコロナだらけのとこからお話いただいたりするとですね、いろんなソフトウェアツールを使ってますね。でその中で一番このハッとしたのが実はクアルトリックスだったんですね。でクアルトリックス調べてみますと、あれ大学から生まれてるんですね。大学の社会学の人がアンケートを取って調べるときに作った、そう別だ、そんなパッ、まあ、そんなに特徴がなんかすごくあるという感じはない、ね、でああいう空間にもしもその LINE が使えるようになると全然違うなという気が個人的にしております。つまり、だいたいその300万人ぐらいの学生が大学生ですといるんですけれども、生徒も合わせますと小中言いますと1600万人いるんですけれども、一体何感じてんのということを例えば聞きたいんですね。でそれは井出沢社長の言葉をちょっと上げ厚しようとるわけじゃないんですけれども、ちょっと執事が違うんですと、私執事としなんですけれども、そういうことをなんかちょっとずつこのコロナを機会になんかこう一歩一歩こう進めていただけるといいかなっていうような気もしてまして、私は実はですね、先ほどの厚労省のやつも素晴らしいんですけれども、喜連川が興味があるのは 99% というかアベリじゃなくて残りの 1% あるいは 0.5% なんです、ね、これが多分次の日本を支えると思ってます。この間国大教でですね、講演をしたらですね、すっごい子どもがいるんです。どういう子どもかというとですね、僕は講義なんか出ませんって言うんです。全部録音されたレコードされた講義を後から聞きました。なんでなんですかと、東大も東北大学も阪大もですね、アンケートを取るとみんなオンラインで先生がその場で喋ってくれるのがすごく嬉しいって言うんですけど、その子はそんなものは聞かないって言うんです。なんで聞かへんねんって言ったらですね、僕は倍速で見るって。これ某金沢大学なんですけど、そんなに講義はつまんないのかなと思ったんですけれども、で そしてどうすんのって言ったら、残りの半分の時間でMOOCを聞くって。要するに海外の講義を聞くって。
でこんな子どもがいるんだなっていう、こういう子どもはコロナなんて、他の子はですねみんな文句言うんですよ、なんかこう精神的にどうのこうの、そうじゃなくてコロナのオポチュニティを本当に上手につかむんですね。こんな子どもが多分日本の次、つまり 3.1 時とも非常に苦労された方がおられる、だからそこから生まれた人ってすっごくたくましいような気がするんです。僕なんかそういうところのそのボイスをですね、なんか拾い上げるのに、先ほどのようなトゥールと NLP みたいなものを使うと、これはいいなみたいなのがどんどん取れるんじゃないかなと思って、期待をしておりますと言っていいかどうか分かんないんですけど、もう足立副所長からですね、ええ加減にせんかいと怒られてまして、それでは最後にそれぞれの方からもう一回一言、NII に対してでもいいですし、これからの日本に対してでもいいですし、一言 お言葉いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。一つ言えなかったのがですね、NII 吉良先生はじめですね、最先端の技術を試せるテストベッド、アンカーテナンシーとしてサイネットを使わせていただいているというところがすごく大きいと思っています。私宇宙とかの方もここ数年やってきたんですが、今回クルードラゴンとかスペース X 飛んだんですが、日本のロケットの方聞くとですね、発着率と定時率はもう素晴らしいんですけど、すごいじゃないですかって言ったら、失敗しない古い技術、10年の前の技術しか試せないからですと。それに対して中国アメリカいっぱい失敗するけど、失敗する分行って戻ってくるロケットができちゃいましたと、民間で。やっぱああいう失敗を許させてもらえるような形のアンカーテナンシーを研究者にトライする場としてやっぱ与えていかないと、新しいイノベーションを起こすようなカルチャーがやっぱ日本から生まれないんじゃないかっていうふうに思っておりまして、ぜひそういう意味でサイネットが吉良先生の人柄も含めましてですね、そういう新しい技術をチャレンジできる場としてすごく引っ張っていただいていると思ってまして、こういう失敗を許すような場をですね、もっと研究者に与えれるようなことを、NTT も頑張っていきたいと思いますし、一緒にですね、引っ張らせていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。僕らは今回その3月末から始めた時のシンポジウムはフェイルファーストですって言ったんですね。もう失敗は一番最初にやるべきだっていうのを言ったんです。でもフェイルファースト、フェイルチープ、フェイルスマートっていう言葉を知ってる人は案外非常に少なかったですね。この IT 屋では当たり前で、失敗したもんが勝ちだっていうノリなんですけど、そういう意味でもうちょっとアドボケーションをですね、していく必要がありますので、サイネットの上でそんなにボンボン失敗されると困るかもしれませんけど、ぜひどんどんご活用いただければと思います。それでは勝様お願いします。そのデジタル化の下でですね、一つの大きな課題は、先生が言われましたように、やっぱりデータをどうやってその使いこなせるか、やっぱりどうしても皆さんがその囲い込むといいますかというのが特徴ありますので、普遍的に匿名化とかなんかいろいろあると思いますけれども、使っていくというのが極めて大事な、日本にとって大事な課題だと思っています。ありがとうございます。その辺の新しい技術を逆にここにおいでになられておられます全てのベンダーの皆様と一緒にこう共に作ることができると大変日本の今後に役に立つじゃないかなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。高井様いかがでしょう。はい、もう繰り返しになるかもしれませんけれども、本当にこのソサエティ 5.0 の中でのデータ駆動社会っていうふうにお話があったんですけど、そもそも今回のコロナっていうのがそういうものを促進するきっかけになったんじゃないかなっていうふうにすごく思ってまして、これをやはり我々としても積極的に進めていきたいというふうに思うのと、やはりやっぱりスタートアップとかベンチャーの活用ってやっぱり僕はやっぱりやるべきだと思っていて、今回もコロナの中で実は30社の大企業が集まって、そのアセットを全部出すからスタートアップの人はこのコロナの中で何ができるか考えてごらんって言ったらですね、スター誕生のようにしてこうやったらですね、30案件ぐらいがマッチングが取れたんですね。なんかそんなこともですね、このデータ駆動社会の中ではですね、そういうスタートアップのそのアイデアとかな、発想も活用しながら次のステップに進めていければいいなと思ってますので、先生よろしくお願いいたします。 SBIR じゃなくてですね、もう今五ノ上総長がお付きになられたんですけど、大学をそこに入れていただきたいんですね。
少なくともですね、東大とか京大はですね、金儲けしようと思って来てる学生はほとんどいないんです。やっぱり学問したいなと思いながら来てる学生がほとんどなんですね。で、僕は学部時代からですね、そんなビジネスをしたいなんていうことは納税者は期待してないと思う。少なくとも東大に対しては。だからなんかそのこの学生の中でこうなんかコロナのことを考え変えて受験勉強からちょっと離脱しろっていうようなのをですね、ぜひその仲間に入れていただけると嬉しいんですけど、いかがでしょうか。当然でございます。ぜひともよろしくお願いします。本当にこの 3.11 からこの急成長された LINE というのは、我々 IT をなんか目指す若い世代の人間にとってはやっぱりシンボルだと思うんですね。まあ、IT っていろいろなんていうんですかね、きしみが出ている中で LINE っていうものが日本の中から生まれて、そして上場するまでに至ってこんなたくさんのユーザーに愛されるようになったと、これほど素晴らしいシナリオって僕多分ないと思うんですよね。ですからぜひ LINE さんにおかれてはやんちゃに今後も行っていただきたいと思いますし、高橋さんのように SBIR だけじゃなくて大学を温かく見守っていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日はちょっと時間を超えてしまいましたけれども、大変こう活発な意見の交換をさせていただきまして誠にありがとうございました。それでは本日のパネルをこれにて終えたいと思います。